カカオマスとは、カカオ豆の排入を発酵、乾燥、焙煎、摩擦したもの。外皮と灰は、工程中で除去される。液体のものを、カカオリカー、冷却、固化したものを、カカオマスと呼ぶ。主に、ココアパウダー、チョコレートの原料として利用される。収穫、発酵カカオの実は、年2から3回収穫される。収穫後すぐに見終わり、出周囲のパルプごと取り出し、 発酵させる。発酵はバナナの葉でくるむ、もしくは木箱に入れて行い、ムラができぬ、よう毎日攪拌する。発酵期間は豆の種類によって異なるが、おおむね一週間前後とされている。乾燥、出荷十分に発酵した豆は、速やかに天日もしくは乾燥機で水分を除去する。輸送、保管中のカビの原因となるため、水分は6%以下になるようにする。 麻袋などに6 0キログラム程度ずつ袋詰めし、船便で出荷する。選別、賠償、分離到着したカカオ豆は、選別機を通され、古いや、送風機の風、磁石などによって、異物を除かれ、人の目視によって、最終選別される。ビーンズロースト法では、この後、焙煎機で熱風を当て、コーヒー豆と同じように焙煎される。 焙煎の澄んだカカオ豆は粗く粉砕され、風船機によってハスクと胚芽を取り除かれる。ハスクを取り除き、粗く粉砕されたカカオ豆はカカオニ部と呼ばれる。マサイ、カカオニ部はマサイ機によって直径約100マイクロメートル程度まですりつぶされる。カカオニ部には約55%の脂肪分が含まれているため、細かくすりつぶすと液状になる。このすりつぶされたペーストが カカオリカーである。カカオ豆のロースト方法は、蒸気のビーンズロースト法の他に、ニブロースト法とリカーロースト法がある。またココアパウダー用のカカオマスを製造する際は、ロースト前にアルカリ剤などを添加し、風味、色調の調整を行う場合がある。カカオマスには、約55%のカカオ脂肪分が含まれている。プレス機で、カカオリカーから適度に、 ココアバターを圧搾したものをココアケーキと称し、ココアミルでココアケーキを粉砕して粉末状にしたものがココアパウダーである。ココアパウダーの脂肪分は約11%から23%程度である。カカオマスはそれぞれのメーカーの嗜好に合わせて数種類がブレンドされチョコレートに加工される。ブレンドはカカオニーブやカカオリカーの段階で行われる場合もある。 カカオマスに砂糖、粉乳、ココアバター、植物油などを加えて均一に混合したものはチョコレートのもとでありチョコレートドゥと呼ばれる。チョコレートドゥは、その後、レファイナーによる最終サイ、コンチェによる精錬、テンパリングによる脂肪結晶の生成、成型、包装、エイジングなど多くの工程を経て製品としてのチョコレートになる。カカオマスには、 食物繊維も豊富で、約10%の食物繊維が含まれている。詳細はチョコレートを参照のこと。ありがとうございます。